ってきますこの人ね。可愛いでしょうね。あれがうるさすぎて、ね、ごめんなさいね。もうね、ね見てわかる通りね、もうディズニーが大好きで、もう年間300日遊びに行くぐらいもうディズニーランドが大好きなんですよね。すごい300すごいですよね。昨日もねミッキーとツーショットの写真がね。昨日も幸せでした。もうしみじみしちゃったからね。昨日のこと思い出してしみじみしない。もう目を閉じるとそこにミッキーがいるんだ。なんかの歌詞みたいになってるからね。いやディズニー好きならわかるけどね、うん、いや実はでも僕最近ねちょっと気になってることあるんですよ、うん、あ気になってることといったら ね、ディズニーハロウィンのパレード知ってます？3年ぶりに生まれ変わってパンプキンガールズって新しいキャラクターがねこれグッズになるぐらい可愛いのね。また僕が気になって違うんですよ。東京ディズニーシーの方にスケルトンってキャラクターが出てきてパンプキンとスケルトンの対比がねいい感じなんですね。気になって違うよ。他に喋りたいことだって喋らせろお前。ずっとお前ディズニーの楽しそうな話してるけど、何ディズニーマンダーみたいになっちゃってるから俺いるから。なんだよ、何ディズニーがもう興味ないのね。いや俺ディズニー以外興味ないって言ってないじゃん。じゃあなんかあんの？あるよ、俺ディズニーと同じぐらい好きなのあるよ。同じぐらいあんの、うん、すごいじゃん。何ジブリ、ジブリもうディズニー、ジブリって30のおっさんもファンタジー溢れてるんだよお前。ファンタジーおじさんじゃない君。いやもうめっちゃいいじゃんお前。何、いや確かにいいけどね。この間引退した見た、あれそうなんだ、ね、あの監督あれね、うん、あの口ひげ生えて、あのほらウォルト・ディズニーみたいな人。宮崎駿監督ね。そうそうそう、ウォルト・ディズニーって言っちゃったわ。であの代表作が、うん、あのなんかこんな灰色のあのでっかいプーさんみたいな。トトロね。そう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 、もう完全に例えがディズニーになっちゃってるからお前。ジブリ好きじゃないよね、それ。そんなことない。同じではないし、絶対に。そんなことない。本当に？だってジブリとディズニーがコラボしてすごい作品が生まれるなって思ってるぐらい好きだもん。コラボ、うん、確かにディズニーとね、ジブリコラボしたのはワクワクはするけどね。そうでしょ、うん、白雪姫とね、もののけ姫がコラボして、白雪姫ね。もののけはどこに行ってしまったの？白雪姫1本になっちゃった。いや、姫の部分にもののけの要素だけに凝縮して、リンゴの食い方とか荒々しい。どこに入れてんの？お前、もののけっぽく食ったら毒リンゴだけ倒れちゃうの？どっちみちお前さ。であとお前あのディズニーのあのカール爺さんの空飛ぶ家と、あの天空の城ラピュタがコラボして、カール爺さんの空飛ぶ城ラピュタね。所有物やつ。カール爺さんのラピュタになっちゃったお前。いや人間がゴミのようじゃ。ムスカみたいな怖いじゃんカール爺さん。何ちょディズニー寄りするのやめてくんない？コラボさせたのにさ。いやもっとバランスよくして、バランスよく。あそしたらダンボと崖の上のポニョをコラボして、ダンニョ、ダンニョ、ダンニョか。でバンビとポニョで、うんうん、バンニョ、バンニョ気持ち悪いね、怖い。ダンニョ、バンニョ、もっと可愛くできないのね。じゃあクマのプーさんとポニョをコラボして、うん、クマニョプーさんのニョに変えただけ。そこだけ眠れる森ニョ美女、うん、のニョに変え、不思議ニョ国ニョアリス。もういいよ、のニョに変えて。ニョニョ村誠関係ねえじゃん野々村誠さん今関係言いたいだけじゃん、もうなんだふざけちゃってんじゃん、もう何よ。タイトルだけ足したって大体コラボじゃないじゃん。コラボだとなんかもっとジブリの世界観にディズニーキャラが入ってくみたいなさ。ええー、何ジブリの世界にクマのプーさん入ってってもいいの？わかんないけどさ。いいの？なんで急にテンション上がったんですかこの人。で、紅の豚にプーさんが入ったら、いつも風船で蜂蜜取りに行くのに飛行機で行くわけだ。知らないけど、いっぱい蜂蜜取れるね。取れるけどね。いやいや遠くまで取りに行けるね。それだったらなんか隣にトトロとかの方が俺はいいと思う。隣のお前はどこやろ。猫バスの中にプーさんいるの？いいね。遠くまで蜂蜜取りに行けるね。遠くまで取り、周りで蜂蜜じゃないのかな。もう他にやじゃあ魔女の宅急便とか。魔女の宝器で取って、わーい。おい俺30度差の Y 初めて見たぞ。おいおいテンション上がりすぎだろお前。テンション上がってるけど、お前結局クマのプーさんテンション上がってんじゃん。あ絶対ディズニーの方が好きでしょ。そんなことない、俺ディズニーとジブリ同じぐらい好きだよ。断然ディズニーじゃん。どうも